生まれはロシア、育ちはキャプテン、舞台は東京、ピロシーズです。ってことで、今回何するか知ってる？知らん。俺も知らんねん。なんか、スタッフの方からメッセージが来てて、ちょっと読み上げるな。はい、ちょっと待ってよ。はい、舐めるのは得意ですか？怖っ。何それ、得意はやる？まあ、でも舐めるのは得意よ。アイスクリームは分からん、いろんなものをね。で、今回はさまざまなものを用意しておりますので、目を隠してそれを舐めて当てれるかという検証をします。隠しようやん。目隠しと香水を用意しています。ということで、あ、目隠し、いや、どこつけてん？いや、お前ブラみたいな目隠し、こんなんどこに売ってんのって感じやけどな、これ。ほんまに、あれちゃんぴったりやん、これ。ぴったり、もっと小さいからね。あと、あのさ、頭をこう見せるとかでもいいかもしれない。で、頭でかいで乗せる。で、目を隠して嗅覚をわからないようにするために香水を鼻の下に塗ってください。やっぱ強烈だな、これでも。あ、いいね。どうなん？どうなん？ちょっと待って、怖い怖い。でも飲み込まへん。えげつない形をしたり。いける。正解は？でれーん！バナナ？やめ、うろっちよ、お前は何もやっとんなはい、アリちゃん。はい、なんかこんな感じのイメージだった。そうね、なんかそんな感じよ。あ、なんか、うん、アスパラ。お、やばいやばい、すごい。あー、やったやったやん。2回目いきますよ。第2ラウンド、イエイ。こちら、じゃーん。先っぽに当てて。オッケー、いくわよ。なんかまあ、毛というか、栗のさ、栗とかあるやん。栗のなんか表面のトゲトゲみたいな。栗のトゲトゲ。せーの、ピナー！すごいんやけど。じゃあ次は、ドゥーン。アレちゃんっていうか、まあ、ロシア人全般が好きかな。
にこうあのなんかちょろっとだけチューンズカード。
はい、まあでも結局な2人とも1対1やな。まあペロペロ式の道のりはまだまだ頑張ってくれ。ペロペロ式ってなんやねん。まあでも1個でもあったね。またそのうちやってみよう。結構俺楽しかったわ。いや面白かった、うん、ちょっとレベル上げてやりたい。そう、この iTunes カードも当たったらアレちゃんにあげようって思ったのに当たらへんから。ってことは視聴者プレゼント。視聴者プレゼント、いやいやいや、視聴者プレゼント一回もやったことないやん。視聴者プレゼントでさ、あれちゃんがなれじゃあどうしよう。じゃあこれの、ご希望の方は概要欄に貼っとくんで、どうしよう、はがきにする、はがきにしよう。ほら、くしゃみ出た。違う、はがきにしよう。はがきにしよう。はがきで応募で、住所を貼っとくんで、ね、あれね、動画内で当選発表したいから、名前以外に紹介できるペンネームとか書いといてもらったらありがたいよね、うん、じゃあこれでいこうか。これでいこう。あ、他にはこれついでやさ、あ、いや、たわしの、あ、どっち希望とかないからな。そう、もうランダムで引いて何が送られるかは分からない。まあでも楽しみです。まあでもたわしやったらもう使えるからな。そう、グラちゃんの舐めたたわし。バカだね今日の企画。